はい、どうもひろきです。今日はこちらの羽織を使って鎌と炭治郎の羽織を作っていきたいと思います。まずは柄が全然違うのでこれを黒く染めていこうと思います。染めるのに使うのが染め球ってスプレー、こちらを使って黒く染めていきます。はい、じゃあスプレーする準備できましたので早速色を染めていきたいと思います。はい、一回全部内側塗ってみました。染み込んでてちょっと色まだ入ってないんで乾いたらあと 2,3 回くらい塗っていこうかなと思います。突然ねこういう状態になってるんですけど、実はですねカメラの SD カードのメモリがいっぱいになってしまって一度パソコンにデータを移そうと思ったらデータが全部飛んでしまいました。このね映像になる前は多分スプレーで塗ってるところだと思うんですね。こんな感じで黒く塗ったんですよ。でも透けてますよね、色いくら塗っても真っ黒くならなかったんですよ。なので生地を貼り付けていくっていう方法に変えたんですね。でそれをやって8割は出来上がってます。あとここの袖の部分を貼り付けて終わりです。なんでこの生地をわざわざ切って貼り付けていったかっていうと、マスク作った時にね買った生地なんですけど、こういう生地がねもうあるんですよ。原作通りに作りたい、もう本物に近づけたいなって思った時にこのサイズでは小さすぎるなと思って今回このやり方に変えました。こっから始めたもんだからどんどんずれてって、こっちはここがなんかちっちゃくなって左右の柄のバランスがね変わってるんですよ。サイズはね適当に15センチで作ったのでもともと合わなかったのかもしれないんですけど、まあ、こんな感じになっちゃったんですね。動画消えちゃった部分ね説明しましたので作業の続きをしていきたいと思います。悪くないな。はい、わざわざねもう貼り付けて作ったんでちょっと比較してみましょうか。はい、並べてみましょう。どうですか、やっぱこっちの方細かく見えますよね。自分は、まあ、自分で作ったからなんですけどこっちの方が本物に近いかなと思います。いろいろトラブルありましたけどなんとか形になってよかったです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、では次の動画でまたお会いしましょう。アディオス。